おはようございます。今日はね、休みなんで朝からお湯飲んで筋トレと掃除して体動かして買い物行ってきました。はい、この前余ったサンドイッチ作った余りの食パンでフレンチトースト作ります。もう簡単なで、ね、パン耳をフライパンでもこうスキレットでもこんな感じで適当に並べて、で卵2個に牛乳と砂糖、私んち砂糖ないんでもうこれかけます。あ、入れます。もう好きな量を入れて、はい、完成でね、いちごをもう適当に乗せて完成です。めっちゃ美味しそう。できました。めっちゃ美味しそう。もうおうちカフェですね。おうちカフェ、美味しいコーヒーとフレンチトースト、めっちゃ優雅。これね、運動した後、体動かした後にこれはもうごちそうです。いただきます。美味しそう。これは美味しすぎる。ちょっと焦げてましたけど、この辺めっちゃ美味しい。皆さんも作ってみてください。パン耳でね、できるんで。サンドイッチの余りのパン耳で。作ってみてください。あ、これ去年も作ったかな、YouTube で。去年も作ってるんですよ。でもこんなに豪華にしてなかったかも。それでは終わります。最後まで見てくれてありがとうございました。皆さんも素敵な休日を過ごしてください。